CBC テレビ、株式会社、CBC テレビ、CBC テレビ、CBC テレビジョン CO、LTD は、中部日本放送、CBC の完全子会社で、中京行域圏を放送対象地域とするテレビジョン放送事業を行っている、特定上機関放送事業者である。TBS テレビを、キー局とする JNN の機関局、5社連盟で、その例に漏れず、 中京行域県の G ガイドホスト局でもある、ロンリ CH258。もともと CBC テレビの名は、1951年9月1日に、ラジオ放送を開始した、日本初の民間放送局、中部日本放送、CBC が1956年12月1日に、テレビ放送を開始しらて現映化。その後2013年4月1日に、 ラジ文社化で逆に、テレビ単映化以来、CBC のテレビ放送部門の通称として使われてきた。2014年4月1日に認定放送持ち株会社に移行する CBC 本体からテレビ放送事業を分割、承継する形で、現在の株式会社 CBC テレビが発足、同時に日本民間放送連盟、民放連にも加盟した。 同時に BC 本社は民放連から大会。本社は愛知県名古屋市が各審査会の CBC 本社内に置いており CBC の略称も本社、当社、ラジオで共用している。コールサインはジョゲックス DTV 名古屋 18CH 詳細は口述リモコンキー ID は TBS テレビ系列で唯一の 全体の遠隔は中部日本放送遠隔を参照。以外、名張中継局に関しては、同一 CH のテレビ大阪の放送エリア拡大が実現する際には、何らかの渾身対策が必要となる。2011年7月24日、停破時点。国内で最初に 5CH が使用された送信書である。現在では、長野県のコミュニケーションネットワークアナン。 安岡村コミュニケーションネットワークで区域外再放送をしている。全国紙地方紙問わず、中京広域圏で購読されているすべての新聞ラテ欄では、中部日本放送ではなく、CBC ラジオ及び CBC テレビという表記である。読売新聞の京都府版、奈良県版、和歌山県版の統合版のラジオ欄では、CBC 中日、 朝日新聞大阪本社版のラジオ欄では、上段 CBC、下段ラジオ CBC、毎日新聞大阪本社版では1997年頃まで、中日テレビ、ラジオについては CBC 中部日本と表記されている。京都新聞も中日テレビと表記している。その他、静岡新聞と品の毎日新聞にも CBC ラジオの番組欄を極小サイズで、 掲載している。またテレビラジオとも単に CBC と表記される新聞もある。もともと中部日本新聞ではテレビ対局時から1960年頃までは CBC テレビ、その後は中部日本テレビと表記していた。1965年中部日本新聞が中日新聞に解題された際、同時に中日テレビに変更された。 CBC の事実上の創業者である小島原作、社長、会長を、歴任は、古巣の中日新聞社へ乗り込みことを唱え、ついには、与来社長へ、CBC に表記を改めるべく実談団に及んだが、電波媒体を持たない新聞は、翼のない鳥のようなものを口癖にしていたよらと、JNN 機関局として、新聞と放送は別個のものをモットーに経営していた。 小島との溝は埋まらず、よらは一周して、物別れに終わった。この時小島は、将来当社は CBC に称号を変更することもあり得る。と詰め寄ったという。以降平行線のまま推移し、1969年に、ようやく CBC 中日に改められた。しかし、地上デジタル放送開局を控えた2003年、テレビ開局時の CBC テレビに、 再び表記が改められ、現在に至っている。なお、中日スポーツは従来通り、CBC 中日、ラジオは、中日 CBC ラジオとして表記されていたが、2014年4月1日付から、CBC テレビ、ラジオは変わらずの表記に付加された。CBC 会館の裏にある敷地で1998年に、竣工した。主張性質もこちらに置かれている。 隣接地の買収が行われ2016年に増築し完成する。CBC 会館にあったスタジオは CBC 放送センターの稼働以降、主に収録用として使用されている。放送時間は日本標準時、TV ラジオともに在名局の中では JNN、JRN 全国ネット創出番組を最も多く制作している。なお、 テレビ全国ネット番組ではこれまで制作著作クレジットで中部日本放送と表記していたが2011年4月改編から CBC にさらに2014年4月の分社化に伴い CBC テレビに改められた特に補足のない番組は TBS テレビ制作番組に他イコール名古屋テレビへ行こうイコール東海テレビから行こう それ以外は、名古屋テレビから移行。2018年現在、自社で制作したアニメはべてラテ県営時代の中部日本放送株式会社としての制作で、テレビの現業を営んでいる株式会社 CBC テレビ当社としては制作実績がない。ここでは、独立放送局、独立局を主体として放送しているテレビアニメ作品を歴史的経緯にのっとり、 UHF アニメと称している。中日ドラゴンズの応援歌、萌えよドラゴンズは、実は、中日ドラゴンズの球団歌でも公式応援歌でもない、単なる歌謡曲である。正確には、CBC ラジオの企画物で、1974年、当時愛知県安城市出身に在住していた、大学生、山本正幸、現、作曲家が作った、月光仮面の替え歌を、 平日昼のワイド番組、抜群ジョッキー内で、中日ドラゴンズ応援バージョンに仕立て上げたもの。月曜担当のパーソナリティであった、バンド二エイジが歌った、この歌は夜並ね中日の躍進とともに、人気上昇。2014年4月1日をもって、中部日本放送所属のアナウンサー、報道、制作センターアナウンス部は、CBC テレビ所属のアナウンサー、報道、 制作センターアナウンス部となるが、認定放送持ち株会社の移行に伴って、グループ会社、兄弟会社となる、CBC ラジオの番組にも同社に出向する形で、従来通り出演することになっている。ちなみにこの体制は、同様に、ラジオ部門を分割した TBS テレビ &TBS ラジオと札幌テレビ &STB ラジオと朝日放送テレビ朝日放送ラジオと同様で、 事実上のラテ県営局共通の特徴でもある。は、アナウンス部長経験者、入社順、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。